ネーザンコーは、オーストラリアのサッカー選手。オーストラリア代表。ポジションは GK。U-23 オーストラリア代表歴のある、ゴールキーパーマーティンコーの息子として生まれる。ブリズベンに生まれた、彼は、ブリズベンストライカーズ FC の下部組織に入団。その後、2002年に、セリエ A のインテールナチオナールミラノに入団した。2004年にエールディビジの PSV。 アイント方編に移籍したが、出場機会は得られなかった。2007年1月31日に、デンマークスーペルリーガの FC コペンハーゲンに移籍。しかし、トレーニング中に、膝の怪我に遭い、同年5月までは、選手復帰できなかった。同年9月15日の AC 法戦手戦で、初出場、この時は、イエスパークリスティアン戦が負傷中であった。 この試合を無失点に抑え、1から0での勝利に貢献した。その後、UEFA カップ2008から0 9のクリフトンビル FC 戦でも出場した。同クラブで合計7試合に出場した彼であるが、そのうち5試合を無失点に抑え、特にリンビー・ b k とのカップ戦準決勝では PK を止め決勝進出を勝ち取るのに貢献した。 2009年3月14日には6月30日までの契約でアルスベンスカンのエルグリー・テイズにレンタル移籍をした。その後、ラナース FC に移籍。2010年6月にはスナユスケのゴールキーパー、デイビッド・オステッドとの交換でスナユスケに移籍した。2012年10月24日には A リーグのメルボルン・ビクトリー FC に移籍、母国に復帰した。 入ッするジェッツ戦で初出場したもののこの試合はエミール・ヘスキーに2得点を奪われ2から1で敗れた。2015年5月23日に契約解除となった。2007年11月19日のナイジェリア代表戦で代表初選出となったが、政治家のマーク・シュワルツァーの前に出場機会はなかった。その後2010年11月17日の エジプト代表戦にも招集されたものの、この時も出場とはならなかった。その後 AFC アジアカップ2011の際にメンバーに選出され、同杯の前に行われたアラブ市長国連邦代表との親善試合で途中出場を果たし、代表初出場となった。ありがとうございます。